モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、廃車事故車の買取オートリサイクル中島の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語30周年特別セットプレゼント。この30周年特別セットというのは、飲むヨーグルト、飲むヨーグルト博多あまおう、食べるヨーグルトプレーン、食べるヨーグルト微糖、ミルクジャムにあまおういちごソースがセットになったもの、すごくすごく豪華なセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしてなんといっても1月3日、このモーニングジャムは新年一発目の生放送が公開生放送、はい、キャナルシティ博多でやります。でその時にはね、もちろんのことながら、はい、おもろい家族は傑作選をお届けするっていうことで、いつも聞いているおもろい家族、はい、どんな風に私がおもろい家族を紹介しているのかっていうのが分かると思います。そうですよ、おもろい落語会の時とはまたちょっと違う感じにはなるんですけれどもね、まあ、おもろい落語会はね、ほらこっち出してもらってるじゃないですか。誰がこっち、やめてください。ほんと指で輪っか作るの、いやらしい。おもろい落語会の時にはこっちを出してもらってるんでね。だから指で輪っか作らないで。きちんとした兼題でうわーってやりますけれども、あのまあまあでも、あの、はい、おもろい家族のね、傑作選を皆さんの前でうわーっとやるんで、そうですよ、ね、どうぞお楽しみに。身振り手振りもすごいですから、全身を使って表現する様を見てください。新春初笑いのモーニングジャムだぞ。それはもう私は気持ち的には皆さんにね、はい、触れ合えないけれども、はい、口から手突っ込んで心臓をカチャ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 って全員にやってる感じですよ。うわーじゃねえんだよ。今参加したいっていう人をね、はい、募集中です。まあ初売りがてら、三社参りがてらっていう風に言ってますけれども、椅子にはね限りがあるんで、はい、椅子に座ってゆっくり見たいっていう人はね、あの応募フォームから応募してください、はい、FM 福岡のホームページからね応募できるっていうことです。あなたの名前と何人で来るか、それからあの電話番号とかね、住所とか、そして、特技も書いて送ってくださいねっていうことでやっておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。さあそれではね、今日のおもろい家族、そうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。妻と2人でテレビを購入するため家電量販店に出かけました、はい、お目当てのテレビを見つけたんで早速店員さんと値引き交渉すると、僕と店員さんの間に割って入る妻、ごめんなさいね、うちの旦那いつもこうなんです、もうほんとせこくて困っちゃう、あ恥ずかしい。そもそも家を出る前に値引き交渉の命令をしたのはお前だよね。なるほど。自分だけいい格好しやがって、なんで僕だけセコビッチヒューマンにならなきゃいけないんだ。デラムカつく、デラモヤモヤする。愛知県の方なんですよ。あ、そうですか。そうなんですよ。それでね、ネイティブでいらっしゃるんですね。そういうこと、そういうこと。私はクーポンでもいいと思っとるがね。何かをかじった人がおっしゃってましたけど。そんなこともあったなと。今年を振り返りながらね。そういうこと、そういうこと。12月なんで今年どんなことがあったっけっていうね。愛知県って言ったら、ああそういえば愛知県のあたりで。やめてくださいもう。いや、あの時はあんまり大騒ぎしませんでした。いやいや、もうそれはそれは ね、 ね、他の人たちが大騒ぎするんでね、もうあまりにも、はい、不憫になって。さあそれからね、こちら男性の方ですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。すいません、おじいさんの話。まあやめて。いやいや、ご本人がおじいさんじゃないので。なるほどなるほど。もう3日連続ね、おじいさんからのメッセージをね、このおもろい家族のパート2でやって、もうおじいさんの逆襲っつうか。時間があるんだろうな。やめてください。日がない一日何しようかなっていう。よくご本人たちがおっしゃいますよね、はい、サンデー毎日。
年10月20日に長男が生まれました。うちの両親、妻の両親ともに初孫で、だからすごく可愛がってくれるんです、はい、そんな中でも義理の父本当に可愛がってくれて、そんな義理の父の話、義理の父人より声が少々大きいんです。妻から言わせればうるさい。それに比べて義理の母や私たち夫婦、そしてうちの両親はどちらかというと物静かだから義理の父の声がすごく目立つんです。そんな義理の父、積極的に抱っこしたりあやしたりしてくれるんですが、その際謎のメロディー、そして謎の歌詞の自作の歌を歌ってくれるんです。すごいボリュームで、最初はなんとなくあやされていた長男なんですが、最近は露骨に態度を変えるようになってきて、妻や義理の母があやしているときはご機嫌でニコニコしているんだけど、義理の父に変わった途端に顔がこわばって、挙句の果てには顔を背ける始末。ただ義理の父はめげずに抱っこして歌う、なかなかの負のスパイラル。また義理の父が帰った後、玄関を開けて義理の父の声が聞こえた瞬間、眉間にシワを寄せ、不機嫌な顔になる長男、素直な子みたいです。これからも義理の父と息子のすれ違いは続きそう。頑張ってくださいお父さん。頑張ってください。そんな、まあね、でも本当に嬉しくって嬉しくってっていうね、もう今年一番の出来事でしょ。そうですよね、両家にとってね、うわーっていうね。赤ちゃんってそれぐらいのパワーがあるから、はいねえ。さあ、それからね、こちらは、男性の方ですね、東京からいただきました、はい、中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。この前結婚式のメッセージが届いてましたよね。私の思い出を、今から15年ぐらい前、上京していた私のもとに高校大学の時の 同級生から、結婚式の招待状が届きました。結婚式に出席するのが初めてだったんで、前日東京から帰ってきて、当日会場がある久留米に向かったんです。大学卒業してから5年ぐらい経っていたんで、久しぶりに同級生とも会えるっていうことで楽しみにしていたんですが、残念ながら当日は知り合いが全然いなくって、そんな私の状況を察してか、円卓に着いた周りの人も話しかけてくれて、幸せな気分を感じながら式は進行していきました。ところが途中メインの食事が配膳されてギョッとしました。私の白身魚のポワレだけが明らかに、しかも周りからもはっきりわかるぐらい大盛りだったんです。わざわざ東京から来てくれる私のために、新郎から事前にサプライズがあるから楽しみにしといてくれ。嘘。サプライズってまさかこれ。白身魚のポワレ、これが大盛りっていう。しかも自分だけね。通常ああいうものって一切れですけれども ね山盛りになってる。そうなんでしょうね。それで会場がなんとなくざわつくっていう、そういう なんとも言えない爆笑にはならないっていうね、このシュールな笑いが好きだっていう、まあ、新郎だったんでしょうね。すごく面白いですね。周りの招待客には説明しようがない、ごまかしようがないぐらいの大盛りのポワレに恥ずかしさを感じながら、その配慮を嬉しく噛みしめて平らげました。そんなにそんなに白身魚のポワレは何切れも食べられないぞ。さらに式が進んでいき、新婦の手紙、会場が最高潮に盛り上がった時、新婦に当たったスポットライトが遮られる状況が起きたんです。なんだなんだと思っていたら、いい感じに酔っ払ったおじさん2人がそのスポットライトで影遊びを始めて、キツネとカニが登場して綺麗だ。神父と狐とカニとカニの影絵という、神父と狐とカニの影絵というすごい状況に、すぐに制止されたんですが、
私自身笑いをこらえるのに必死だったんですけど、新婦の手紙にはしっかり涙を流し、結婚式って何でもありだなと思った忘れられない思い出です。まあ今年ね、結婚してまた新しい生活が始まったっていう人もねいらっしゃるでしょう。はい、はい、今年こんなおもろいことがあったよね、そういうメッセージをおもろい家族にお寄せください。そして1月3日は公開生放送、おもろい家族は傑作選やります。おもろい家族を生で聞きたい、もう1月3日のおめでたい気分で聞きたいという方はですね、ホームページに今応募フォームが立ち上がってるんで、そこから応募してください。